はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は朝からとても天気が良くて暖かかった一日でしたよね。それがまず私の一つ目のハッピーでした。そして今朝も子どもたちは朝元気に3分間マラソンや元気タイムの方を行っていました。子どもたちも元気タイムとても好きで、こう曲がかかると、あ、これは何の曲だっていうのがもう子どもたちの体の中にこう染みついてる、染みついてるって言葉はおかしいんですが、体の中に入っていて、音楽と同時に子どもたち体を動かしていました。で、その様子を見ていた時に、子どもたちの笑顔もさることながら、先生たちの笑顔もとても素敵で、なんかその笑顔を見てるだけで自分はすごいハッピーな気持ちになりました。もううちの幼稚園ではやっぱり笑顔っていうのをとても大切にしていることなので、それが実践できているということを感じられて、とても嬉しい一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。